緊急撮影します。緊急事態。どうしたんだい。どうしたんだい。もう今日急遽ね声をかけてメンバーに集まっておりました。はい。ちょっとね。いないメンバーもいるんですけど、実はですね、タイトルにもある通り子供が生まれました。めでたい。これね、子供をね生まれるまでいろんなね大変な思いとかあったんですよ。あるメンバーなんですけど、はい、ちょっと待って、ここにいないメンバーってこと？いや、ここにいるメンバーかもしれない。子供が生まれたので、それだけは分かっている。誰の誰の子かは。直近まで動画出てましたよね。あ、でも確かお腹、でもダウンタイムあった。私がそれ1ヶ月出てなかった。あ、早いもんね。できてから違う、妖怪の類だから。なので実は皆さんのメンバーではなく湯の星かどんぐりになりますよね。寿司太郎の可能性はないんですね。寿司太郎の可能性はないですね。ないですね。はい、めでたいんでね。はい、ちょっと急遽集まってもらって、どういう経緯でね今日まで至ったか、大変な思いもしたと思うし、この喜びとかね、やっぱ分かち合いたいじゃないですか。ちょっとお話を聞こうってことね。それもあるし、やっぱね翔さんと共にお祝いをしようと願いたい。はい、サプライズでいきます。いいじゃん。サプライズ。ご本人知らないですね。ご本人知らないです。まあ、なんとなく言っちゃったんだけど、もう知らないと思う。いなかったらなんかね、いるかなぐらいのね。そうそうそう、来るとは言ってない。ああ、じゃあそれは喜んでいただける。プラスやっぱプレゼントとかも持っていきたいから。確かに、お祝いね。そうそうそう、そういうのも伝えてないから。じゃあプレゼント何しようかなって迷ってるはいるんですけど、何かこれがいいとかっていうのありますか？へえ、やっぱそういうのは一応水戸先生詳しいじゃないの。ああ、そうだね。プレゼントね、一番大好きな人ですから。やっぱ赤ちゃんをさ、くるくる巻いてさ、ほんとどんぐりみたいにするみたいな。バースデーフォトみたいなね。なんかあるよね、赤ちゃんの写真撮るやつね。そう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 、どんぐりみたいにその子をちょっと。なるほどね。なるほど。本当のどんぐりじゃないからね。ああ、そう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 。ちょっと面白いテイストでね。あれ、おしゃれな感じで。ありますか？じゃあそれで。いや、そんな。まだ出ないからね。まだ出ないから。俺トップバッターで言ってさ、みんなに考える時間もある。ねえ、ちょっとお腹いっぱいだね。なぜかね、そうですね、回らない。あんだけ食ってその答え出るのさすがよ。さすが。ギリギリですよ。何やもんね。食ってんだよ。俺は思った、おむつとか。ああ、消耗品が一番いい。絶対必要なね。今ここの駐車場なんですけど、赤ちゃん方法があるんですよ。光がね消えてそうなってますけど。そうそう。あれ、今からどんぐりんち行くって言ったっけ。あ、俺そうか、どんぐりってちょっと P にする。いや、意味わかんない。あのボケがずっと P にする。行って探す。そっちの方が同じ電車若者。そうだね、という動画です。緊急で回した。なかなか珍しいですよ、うちらが。だって青キングの結婚とかだってさ、黙ってたわけだから。言ってなかったからね。そう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 。あの件もほらね、なんで黙ってたのとか言っていろいろあったけど、プライベートで言う必要ないから。じゃあ今回は何で。これは一応やっぱどんぐりさんには許可取ってました。でも全然言っていいよと。ああ、いきなりやっちゃったってことだね。確かに。子供プライベートで結構大事にする方だから、あんま言わないようにしてるから。まあね、確かにね、いろいろあるんだね。いろいろあるんだね。言える部分だけ聞いてもいいですか？使えないかもしれないんだけど、いい？はい。本当二十歳ぐらいの。そんな坂の方。四半世紀前。四半世紀前ってなんだ。ちょうどね。ちょうど四半世紀。じゃあ買いに行きましょう。探しに行こう。行きましょう。買ってきました。買ってきました。それで一人一箱のおむつ。おお。今日ね、もう一人いないんで。6箱6箱に1人やります。気持ちましょう。これを今から行くね、メンバーのところに持って行って祝福したいと思います。はい、さあ。まだ誰かは分かってない。分かんないんじゃないかな。いやいや、ねえ、まだね。一応ね、このおむつなんですけど、新生児用です。いろんな種類買いました。どれが合うか分かんないですか。やっぱね、サイズごとにやっぱね癖あったり大きさが微妙に違うんで、まあ好きなので。なんだ、おむつの案件待ってます。待ってます。お願いします。じゃあもういよいよ行くわけですね。はい、でここから向かうんですけど、私が運転します。なのでおむつが目の前にありながら運転するととっても危険なので、一回後ろに。分かった。わざわざ言わなくても。わざわざ言わなくても分かった。すみません。もう着きます。だからこの人数で来ることもプレゼントも知らないわけでしょ。ノンノン。え、サスケさん一人ぐらいで来ると思ってる可能性があるってことですね。あるね。令和何年？5年。5年生まれ。うわ、新しい。令和って、あ、R につけるってこと。あ、R さんですね。R さんです。R だ。確かに。R じゃないんだ。ね。サスケさん T でしたっけ。T ってなるとどういうこと？対象。対象。何それ。それが M。 明治だね。でもね、少子化と言われてる中ね、ありがたいですね。本当にね、いろいろ聞きたいよね、話ね。聞きたい。その以来会ってないっすもんね。全然会ってない、最近。だから近いよ、もう。匂いで分かるんですか？乳製児の。乳製児の。たくあんの匂いじゃなくて。
たくあんの匂いします。たくあんの匂いと新生児の匂い。こんなに車内にたくあんの匂いしてるのに分かんない。すごいな。あれをいつも電車乗せて行ってます。すごいですね。まあね、子供がいない人間の方がね、この中で多い。そうだね。ただ一個言えるのは、みんな人の子ではある。まあ、子供ではあるからね。誰かしら子供である。佐々木さんも鬼の子でしたもんね。若返るってことはそうですか。そういうことですね。まあさ、人の子だけども、こんだけすくすく育ったのは親のおかげではある。その親となってるわけですよ。だから責任も全部ね。それこそさ、今から会う人さ、出会った頃は子供みたいな感じだったね。あの子自体が。少年。確かにそう。そうだよね。第一声、なんて言うでしょうね。一言でね。一言目なんて言うんだろう。佐々木だけじゃないの？生まれちゃったよ。なんか今の言い方だと世直しどんぐりどっちパターンか分かんないよね。分かんないよね。どっちも想像はつく。うん、もう近い。近いよ近いよ。なんかもう鳴き声超える。鼻で分かる人と耳で分かる人、うん、え、誰だと思う？次結婚すんの。女子だな。絶対あんただよ。近い。いいよ先に。絶対あんた。そうかな。言われてんだろ。先に行ってって言われたいでしょ。先に言われてるぞ。いや俺じゃないかな。絶対違う。だって金魚はまずないじゃん。どう考えたってさ、後輩なわけだから、もう先輩差し置いて。なんでなんでなんで。おつぼねさん。やっぱりなんで。じゃあもう金魚はできないし。僕とサスケさんは一生できないのか。なんでだよ。水戸はとにかくできないから。なんでだよ。いい加減しろ。本当に一緒に興味ないからでしょ。そのさ、その説。興味ないんだよな。その説。そんなことねえからな。本当に結婚する気ある？いや、それもちろん。え、ある？いつかはね。娘さんパニックだから難しい。いやいや、だから水戸とサスケと娘がもう先頭集団です。違うだけ。あと一個言いたいのが、本当先輩面すんだよっていう。ええ。結婚先だから先輩ってないよ。いやいや、先輩だから。してることはしてるから。嫌になっちゃうな。なんかちょっとやっぱ赤ちゃん本舗でもちょっと生き生きしてらっしゃった。到着しました。はい、来ました。着きました。あ、来た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 。いやいやいや。チャリできた。お声は。おいじゃ。あ、こっちなんだ。あれ、なんか、なんか違う。それは。皆さん皆さん。父さん側なんだ。まあ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 ね。なんか優しい。顔優しい。実は子供生まれました。カメラに第一子供生まれました。おめでとう。久しぶりみんな。え、なんか違うよ。なんか若返った。清潔感もある。ある。実はどんぐりがですね、お子様が生まれたということで動画回してました。お父さんパパになってからはうちら会ってなかった。そうだね。初めて。ドンパパです。ドンパパ。どういうの。どんぐりジュニアもね。どんぐりジュニア。どんぐりジュニア。どうなんですか。まず子育て。大変。本当にどういうところ。いやもう夜泣き。世の中のパパママさんすごい。やってみて分かるけど、3時間おきに泣くのよ。ミルク作ったりとか。おしめすごい交換するよね。どのぐらいの頻度で交換するの。1日何枚ぐらい。いやもう10何枚とか。わあ、そんな使うんだ。そのおむつとかはじゃ買いだめしなかなきゃいけない。そうそう。どのぐらい今家にそっかの。だいぶなくなってるよ。残りどのぐらい。20枚とか。やばい。今日買いに行こうかなと思って。あ、そうなんだ。というわけでね、プレゼントが。プレゼント。やっぱね、生まれたということで。本当。はい、みんなでちょっと買ってきました。考えてね。一人ずつプレゼントがある。一人ずつ。そう。水戸先生。水戸先生から。僕ね、今聞いて安心しました。これ正解だったなって。僕買ったのこれです。こちら。え？おむつでございます。うわあ。さすが。うわ、ありがとうございます。ぜひ使ってください。おお、やりました。ちなみにおむつはどういったメーカーを使ってるんですか。パンパース。パンパースなんだ。赤ちゃんおんぷで買ったんだ。言ってくれればポイント渡したのに。食べてくれよ。言ってくれたらって食べる側ですよね。食べてくれよ。食べてくれよ。食べてくれたらの使い方間違ってる。娘さん。はい、さあ、私もちょっとなんかその、もうまだ親になってないんですけど、親になった気分で選んだんですよ。心通じ合っちゃったらしいです。私用意したのこちらです。パンパースです。パンパースの。いや、めちゃめちゃ嬉しい。さすが、まあ、この二人ちょっと被っちゃったんだけど。被っちゃった、さあ、まず、まあ、でも、おむつはね、結構使うって言われたんで、まあ、二人ぐらいおむつでも大丈夫かなと思ったから。ちょっと、パパ、先輩として聞きたいんだけど、新生児をこんなに。でも、5キロまで言えるから、これ。あ、そうなの。5キロまで言える。なるほど、なるほど。いるから、もう経験者。そうそう、あら、ね。安全と上げてたんだよ。うわ、嬉しい。全く使
してないから金魚。僕ちょっと前に置いちゃったんだけど、はい、僕も悩みました、はい、みんなと被ってね、うん、同じもなんか持ってもしょうがない、まあ、まあ確かにね、これは被らないじゃないかと思ってきました、うん、ちょっとお坊さん出してください、はいはい、こちらです、はい、じゃん、メリーズさんのおむつです。おぉ、いやちょっと待って、おめでとう。まあ嬉しいんだけど、ほら、メリーズの違うやつ、ね、嬉しいけど、はい、いやもっとあるじゃん。いやでも、赤ちゃんもさ、これ見たらうつできるから安心しちゃうから本当なんか心配なのかわかんないけど、チラチラ下見んだよ。ふわいふわいでしょ。さっきアゴキング世直しの分は同水出しとか、あーそうだね、ちょうど後ろにあるから、せーの、じゃーん、カンバース、グーンプラス、ムーニー、やってんなこれ。やってない、やってない、やってないじゃん。もっとあるじゃん。おい、パパだろ。5キロ、5キロは3ヶ月4ヶ月はかかるから安心でしょ。わざわざ薬局にもう行かなくていいから。そうそうそう、ミルクとかじゃん。味とかもあるし、そう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 、おもちゃとかも考えたんだけどさ、子供って本当にそのおもちゃが好きかどうかってさ、僕は分かんないから、ね、そうそうそう、うん、そしたら持ってないっていうかね、このおむつの、ちょうどなくなる、なくなるんだけどさ、うん、全員おむつってことだ。いや俺らもびっくりしてる。これたまたま、たまたまこの種類も違った、たまたま、たまたま本当にありすぎて困るって言うんだったら、将来的にすぐ俺子供多分できると思うから、俺は全然引き取るし、それが将来的にサスケを履く。大きさ足りるかな。5キロまでなんで。どんぐりの話ちょっと聞きたいよね。確かにね、どうぞ、なんか質問あれば。パパになって心境の変化とかはあったのかなとか、うん、心境の変化ないな。ああ、ね、特に変わらないかな。今ちょっとなんつんだろう、忙しすぎ、なるほど、バタバタすぎ、バタバタすぎて、お坊さんめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだ。どっちが可愛い、娘さんと。どっちの娘とね、息子。娘でシーマさん、娘だね。どっちが可愛い？娘さん。どっちの娘とね。いや、息子。いや、なんでなんでシーマさん。男の子なんだよね。男の子なんだよ。パパになったなってさ、実感する時ってある瞬間。沐浴？ああ、言えてるんだ。へえ。してる時、お、まあパパだなっていう。自分の子供ね、言ってた。最初めっちゃ緊張したでしょ、入れる時。そう。伝わるんだよね、赤ちゃんに緊張感。めちゃめちゃ泣くんだよ。あや結構ね、ラフにやった方がいいよ。あんま緊張しすぎると本当赤ちゃんに伝わっちゃう。さっきも言ったけど、本当一人目の子でも二人目の子の方があんまり気付かなくなったりするから、まあ一人目でね、そういう風に結構味わっておいた方がいいのかななんて思うので。え、まあいないんだけどね。揺れてる、揺れてる、すごい揺れるんだけど。じゃあ俺からの質問、似てる。ああ、まあけど似てるところもある。おでこのシワ。ああ似てるんすね。ちょっと赤ちゃん大体シワあるけどね、ここのシワマジで似てんのよ。どんぐる昔からあったってことでしょ。あ、そう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 。そうなんだ。でも男の子ってことは将来なんかやらせたいとか。あ、確かに。ラグビー。ちゃんとしたのやってたっけ。いや、あの親戚のお兄さんがラグビーめちゃめちゃすごい。どんぐりのキックボクシングとかは考えないの。危ないから。やだね、身をもって。待って待って、ラグビーもどっちかって危ないけどな。まあまあね、キックボクシングだとアゴやっちゃうもんね。アゴやっちゃうから、アゴやるとつらいんだから。すごいな、パパになったんだね。娘さんね、募集中だから、相手もし成長したら娘さん。ああ、息子さん。息子さんって。ああだね、パパになるの。そうそうそう、あるよね、全然いいんだよ。ドンパパ、ドンパパ、ドンパパ。35個違いの。全然いや、まあまあ、ジーニーもそうですよ。ありますよね、ありえますよね。コメントでね、最近どんぐりさん見てないですけど大丈夫ですかとかっていうコメントもあったの。ああ、育休みたいなね、休みをね、取っててね。そう、あのプリチャンネルで育休いただいてます。そうそうそう、本当みんなありがとうね。いやいやいや、結構ね、あのこんなメンバーで来てくれると思わなかった。いや、結構来ますよ。俺一人で来ると思った。いや、二人で来るから。ああ、なんか気づかない、なんか気づかない、なんか見て、ひょっとこ。いや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 、全体見を見渡してみて。最初マジで指怪我したでも。まあまあそうだけど。まあそうだけど。ちょっと見てみて、なんか気づかない。いや、うん、そうだね、ちょっと。全然わかんない。わかんない。ほら、たくさんの匂いするでしょ。いや違う違う違う。一人いない。足りなくないですか。
え、だって、はい、数えてください、数えてください。あ、そういうことか、夜直し。あ、そうそう、え、いんの。いや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 、誘ったんだけど、いけない。行く Q じゃなくて、ただの Q。 あいつは Q、 あいつ結婚式の時誘っても来なかったから。やばい、それはやばい、ずっと言ってるもんね、それ。予定があったんだろうね。予定がない、予定があったんだろうね。結婚式でも予定ずらしてもいかない。だって行ったでしょ。行った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 よね。同級生の結婚式あるからって。え、全然見えたんだ、結婚式。全然見えたんじゃないのよ、先にね。そう、先に先に先が、もう選べないから、もうほら鬼にしました。本当に結婚するまでもずっと付き合ってた方じゃん。そうだよね。さらに結婚してから子供生まれるもんでも長かったんだよね。まあまあそうですね。だから本当になんか感動しちゃうよね。そうだね。どんぐらいあれだよね。初めての彼女が奥さん。そうそうそう。ねえ、そう。すごいよ。高卒 NSC だもんね。ですぐだもんね。そういうの含めるとやっぱさ、生まれた時とかさ、泣いちゃうとかあるの？なんかね、バタバタだったんだよね。予定日よりちょっと早まっちゃった。ああ、そうなんですか。今って立ち会えるんですか？一応その病院はワクチンの証明があれば、そうそう、 PC、 あ、はい、熱測って一人だけね。その生まれたとこいらっしゃったんですか？そうそうそう。ドラマみたいにさ、聞こえるんですか？聞こえた聞こえた。聞こえるんだ。カーテン越しで中はさすが入らない。生まれる瞬間はね。でも泣く時間というか暇というか余裕はなかったってこと？なんかね、怒涛で。いや、そうなんだ。じゃあね、泣く時間もあんまりなかったってことなんで、ここでどんぐりにね、十何年見てきて、俺らさ代表で娘さんお手紙を。え？あるんだ。ここからだ。すみません。PS。もう PS？ 追伸から、追伸始まり。もう PS？ 背景、どんぐり様、こんにちは。娘です。話せば長くなりますが、あなたと出会って10年ぐらい経ちました。その間私はあなたを芸人として、そして一人の人間として、いろいろな角度から見てきました。その10年間を走馬灯のように駆け巡ります。さて話は変わりますが、今回ご出産をされたということで本当にお疲れ様でした。ここまでいろいろなことがあったと思います。夫婦のことだったり家族のこと、いろいろあったと思います。それを乗り越えて、またどんぐり夫婦は一つ成長した大きな絆がまた生まれたと思っています。これからもお体に気をつけて、より一層お仕事プリトチャンネルに精進してください。これからも私たちと一緒に楽しい動画を撮っていきましょう。プリトチャンネル代表、娘アンダーバー、おめでとう。なんか気になるところがありすぎてちょっと泣けなかった。本当？情報がなんか俺が出産してっていう。でもさ、やっぱ旦那さんってそういう気持ちがないとダメだと思う。ほらな。え、待って待って待って。出産って女だけがするもんじゃないと思うよ。まあ出産したことないんだけどね。そうだよ。出産した気持ちなってない。なってたよ。なってたでしょ。上位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 。何がいけないの？すごいいい手紙だったなと思った。お、いいじゃん。あ、成長しました。パパになったから戦わない。戦わない。そう。認めるというね。そう。すごい。俺がパパだ。今までは。そりゃ俺は結婚できないわ。やっぱり。理解した。理解ならば。どんぐり父になる。出ますか。なったね。今。で、娘さんからもう一個プレゼントありますんで。はい。私からっていうのは、うちの家族からっていうのもあるんですけど、タケノコの煮たやつです。さっきね、いろいろ欲しいとおっしゃってたんだけど、タケノコの煮たやつって形式名称ないんだよ。奥様もね、忙しかった料理とかちょっとね、そうそう、料理とかちょっとパパッと食べる。取れたてのタケノコですもんね。取れたてのタケノコです。なんとこれ取れたてのタケノコです。本当に取れたてのタケノコ。タケノコ煮たやつ。そうですね。煮たやつ。煮たやつ。よかったら食べてください。ありがとう。嬉しい。ありがとう。じゃあ最後どんぐりさんからね、はい、メッセージを、うん、どんぐり、いや皆さん、パパになりました。これからちょっとどうなっていくかちょっと想像つきませんけど、一生懸命頑張っていきたいと思います。これね、プリットチャンネルのメンバーでみんなでどんどん上を目指して頑張っていきますんで、これからもどうぞよろしくお願いします。うわー、おめでとう。はい、引っ越しておめでとう。え、そこかい。それダンボールじゃないの？え、よくねえのか。私手伝いに来たわけじゃないの。だから人のめでたいことやっぱ好きじゃないから。出ちゃったね。出ちゃった。違う、僕は8回積もって。今忙しいからね、どんぐりもね。そうね。山田さん、ありがとう。これからもね、どんぐりちょっと育休が落ち着きましたらね。はい、またね、動画に出てもらって。待ってるよ、楽しく。はい、ありがとう、みんな。どんぐりさん、おめでとうと思う。
方ぜひねコメントよろしくお願いします。はい、それでは以上です。またね、バイバイ。またね、コメント。ピッチャーズを捕まえろ鬼ごっこ。いつものシルクロード以上のものがもしかしたら見えるかもしれない。オッケー、さっきまーやばいやばい、あーダメだこれは。顔浮き出てそうなの、怖い話始まる。え、なんで。